度紹介する歴史のお話は、戦国時代の税金でございます。今思うと重いじゃろうな。戦国の世の税を学べば節税できる策なども見つかるやもしれません。我ら名古屋名物、名古屋おもてなし武将隊、はぁ、わしが肥後守加藤清正である。陣賀祭遠間にございます、さて我ら名古屋おもてなし武将隊、今年で結成12年目を迎え、この名古屋を世界一の観光都市とせんがために日々戦をしておる。現世においては例えばラジオ番組であったり、テレビ番組であったり、はたまた名古屋グランパスの宣伝大使を務めるなどして日々戦に明け暮れておる。さあというわけで、こたびはこの歴史のお話をしてまいろうかと思います。よし、こたび紹介する歴史のお話は、戦国時代の税金でございます。税金か、今も昔も変わらんな。さようにございます。税金と申します。現世では消費税であったり、酒税であったり、タバコ税であったり、さまざまな種類ござって、現世特有のものと思う方もおるやもしれませんが、戦国時代もそれぐらいさまざまな税金というものがございましたので、こたび紹介してまいります。私は春日はだでな、ちゅうと私耳が痛いんじゃけども、一番有名な税金と申しますと、やはり年貢でございますね。そうじゃな、はい、作物を育て、その作物を育った分を武将様に納めて、それで領国経営をしていただくというものでございまして、これ農民にかけられる税金でございますね。いや、これは五公五民四公三民とかいろいろ言ったりするけれども、今のな税の基準からするとちょっと胸が痛むわ。ただただこれ戦国時代でも優しくなってまいりまして、だんだんと、もともとは神高制という、もう問答無用でお主たちはこれだけ払えよみたいな形で税を取られておったんですが、この戦国の世に入ってからは石高制というものが取られるようになってまいりまして、この石高制というのはこの田んぼの質であったり、この立地条件などが加味されまして、お主の田んぼはええ田んぼじゃない、よう取れるじゃろう、じゃあ10ちょうだい、お主の田んぼちょっと貧相だな、かわいそう、狭いしな、じゃあお主とか2だけでええよっちゅうて。いや、素晴らしい、はい、秀吉様が始めたんじゃな。さようでございます。なあ、さようでございます。片尾清正の主君、豊臣秀吉様が始められたことでございます。いわゆる太閤検地というやつじゃな。さようでございます。この太閤検地によりて、この田んぼの質やこの取れる石高が分かりましたように、それに応じた税収を課すというものがございまして、こちらを石高制というものがございました。皆様お優しいございました。そうじゃろ、そうじゃろ、神に優しいございました。ああ、まことに。このマスのな大きさも統一したりしてな、さようでございます。度量校って言うんだけどもな、家にこんな武将様がお安くさせてくださったんですけども、ただただ税金他にもございまして、さまざまな課税がされておりまして、いくつかねご紹介させていただきたいと思います。続いて紹介させていただきますのは四端線でございます。これまた年貢とは別で徴収される税でございまして、こちら四端線というのは農地の広さに応じて武将様が臨時に課す税でございまして、もうこれはちょっと言いがかりになるやもしれませんが、こう武将様はこう行軍などされとって、おー、あの立派な田んぼあるな、あそこでどれぐらいあるとんや、これぐらいでございます、あんだけ田んぼ持っとるのか、おー、あれもっと取り立て、言うような、言うようなものでございました、四端線。まあこれも、必要なものでございまして、合戦の時とか、こう、税収が苦しい時とかに課す追加の税でございましたゆえに。臨時徴税みたいなもの。さようでございます。故にこの四端線と呼ばれるこの皇帝のものでなく私的なものという意味合いがございまして、故に四端線というものもかけられた時も五だったというわけでございまして、続いて紹介してまいりますが、不審役、はい、人歩役でございます。こちらですね、実質的な税金が取られるわけではなく、自分が働く税でございます。この不審役というのは公共事業、土木作業なんですな、築城をしたり田を耕したりといった、そういった労働を行うという税金でございまして、人夫役というのはですね、武将様が戦に行かれる際に実際に従軍して戦うという税金でございます。これもですね、税金がこれ年貢も払って、じゃあ人夫役も払って不審役も払っていっぱいあるじゃないかと思うやもしれませんが、これですね、払えんものが行くことが多くございました。例に年貢を5割で、不審役を5割で10割の年貢とさせてくださいみたいなこともございました。
故にですね、この武将様のお計らいでまだ優しさで成り立っとったもんでございません。これに関しては、あの武将役に関してはちゃんとあの金払っとったよ。あ、大変でございます。大変でございます。大変でございます。味は他のが出ないけど、はい、一例でございますけども、武将様の不審役に参加して、で、お金をもらって、それをまた納めるといったこともあったのかもしれません。ただけど、これは、やはり、年貢はお米で納めたりする場合がございましたゆえに、うん、お米が取られると、やはり食べられなくなりますゆえに、それの代替案としては、非常に有用な、はい、策でございましたので、ありがたいものも多くございました。いや昔はな、よく取っとったでな、今はその、はあ、年収の何割かくらいじゃけれども、はあ、昔は五甲五民、七甲三民、何甲じゃ、五甲五民じゃと、はあ、五が甲、いわゆる甲に生まれた、まあ、目のものに、はあ、で、民に、はあ、だから5割の税収上昇だったんじゃな。今思うと、重いじゃろう。なあ。でまあ、これは農民のわしらのような足軽であった農民が課せられる税なんですが、商人の者たちなどにも税が課せられておりまして、はい、棟別船であったり、こちら有徳船という税がかけられておりまして、こちら棟別船というのはですね、商人の館の家屋に対して課せられた税でございまして、例えば、おーみなさんどえらいうちに住んどるな、さぞかし儲かっておるんじゃろう。じゃあお主はこれぐらいの税取ってもええなっていうような税がこちら棟別船でございまして、で、有徳船というのはこの室町幕府が京の商人たちから徴収した税でございまして、この、まあ、いわゆる分国法のようなもので、国々によって税金がござったりして、この京の都で京の商人たちに、よし、じゃあ、 あの組合みたいなね、問題ありますから、その組合の者たちはこれだけの税を払ってちょっちゅうのが有徳船というものでござって、商人などにも税が課せられております。これもね、現世も通じるものございますね、様々な。まあ、確かに棟別船というのは現世というところのいわゆる固定資産税みたいなものだな。大変でございます。で、こちら、あの有徳船が法人税であったりするところが、確かに確かに、現世の税金も戦国の世の見習いで決められとるかもしれませんな、これ。確かにな、もうずーっと来とるでな。確かに我らがそれを初めて参ったと言っても過言ではない、過言ではないやもしれません。故に現世の皆様は戦国の世の税を学べば将来かけられるで、また節税できる策なども見つかるかもしれませんで、こちらの動画をご覧の皆様はそういった節税、また税金に対する考えなども学んでいただければ幸いでございまする。さて、この動画が面白かったものはいいね、あるいは援軍フォローなるものをしてちょうよ。これからも我々は有益な情報を発信してまいりますので、ぜひともご覧のほどよろしくお願いいたしまする。では次の配信まで、さらばじゃ。ありがとうございました。